はい、こんにちは。それではですね、次はプリント、ペイントか。ペイントっていうソフトを立ち上げますね。このね、カモちゃんが3人いて、真ん中に画像があるのがわかりますかね。これですよ。これを、右クリックすると、こういうふうにドバーッとね、開くんですよ。その中の、編集ってやつがね、ありますんで、編集。わかります？この編集ってのをクリックしてください。そうすると、私がいつも FX の相場解説とかで使ってる編集画面に入ります。ここからですね、例えばこの辺ドラッグして引っ張ると画面が伸びて、黒を選んで線の幅を選んで、線を選ぶとこういう風に線が引けるようになりますね。押してる間は線がついて離すと線が確定します。よろしいですかね。でこの A ってやつをやるとね、この文字が打てるんですよ。で文字が打てる。はい、これでいかがでしょうか。ホーグム画面のように移動しました画像をクリックでしょ。クリックだけではなくてね、もう一回言いますけども、右クリックを押してこのステータスバーを出さないといけないんですよ。そうすると編集ってのが出てきますんで、編集をクリックしてこの画面に入るといろいろかけちゃうということですね。色を選んで、太さを選んで、図形を選んで、線だったらこれ、丸四角だったらこれとかね、三角形だったらこれとかね。ちょっと見えにくいですかね。大きくできますよ、こう。はい。で、他にもね、なんかいろいろ機能があるんですよ。矢印引きたかったら、例えば今度は黄色で引きましょうか。矢印とかね。こちらの方に図形がいろいろありますんで、選んでみてください。ハートとかね。よしですかね。ここまで一旦送っときますね。